ピーター・ F ・ハミルトンは、イギリスの小説家、SF 作家。マインドスター・ライジングに始まる、グレッグ・マンデル三部作や、ナイツ・ドーム三部作などのスペースオペラでよく知られる。2004年に10作目の長編を出版し、全世界での売り上げが200万部に到達、イギリスで最も成功した SF 作家の一人となる。ピーター・ F ・ハミルトンは、イギリス・ラトランドに生まれた。 大学へは行かず、ハミルトンはインタビューにおいて、私は学校で18歳になるまで科学を学び、当時興味がなかった英語、英文学、ライティングは16歳で止めていたと発言している。1987年に執筆を開始し、1989年にフィアー氏に掲載された短編デスデーでデビュー。1993年に第一長編である。 マインドスターライジングが出版され、エクアンタムマーダーやザナのフラワーが続いた。2001年短編ザサスペクトゲノムが英国 SF 協会賞を受賞する。文体は一般に平易で飾りがないが、世界観は過剰かつ濃密に描写されている。ストーリーは時に離れ時に交差する幾人ものキャラクターたちを通して語られる。作品に共通するテーマとして、 政治や宗教における、時には武力衝突に発展する対立がある。また露骨な濡れ場の描写が存在する。ハミルトンはしばしばアレステア・レナルズ、スティーブン・バックスター、ケン・マクラウドらと共に、英国 SF 界におけるニュースペースオペラの代表作家として挙げられる。かつて特殊部隊マインドスター隊に属し、強化された超能力を持つ探偵グレッグ・マンデルの主人公とする。 金未来アクションシリーズ。地球温暖化や共産主義政府により疲弊した金、未来のイギリスを舞台に、発展した技術により再構築の進む世界を描く。超高速広報によりその半島を銀河系へ広げた27世紀の人類の対立と戦いを描く遠未来スペースオペラ。各部1000ページを超えるボリュームと短編集一冊に設定解説書一冊を加えた、対策。 ピーター F ハミルトンズバイオグラフィーアットザパンマクミランウェブサイトハットインタビューバイカンフューズ96ありがとうございます